戻ってくるまで。この国のために戦わずしてはおでんを名乗れない。ラムジー将軍、僕がついてる。邪魔をするな。侍たちはこの国を世界に解き放つんだ。神速白雀バウンティー。あ、ここでも言ってますよね。これあ、そうだ、こっちが出すのかな。こっちが出す、これが聞きようだね。さあ、通常攻撃をまずじゃあ通常攻撃の位置。あ、3段目がものすごい長い。3段目が確かに気持ちいい。相当強っ。相当結構いいですね。投げ払っておりますね。投げ払って3段目で、これはじゃあ遠距離からの。そうです。いや、あのアルビダが瞬殺されました。瞬殺されました。瞬殺されましたね。だいぶリーチが長いですね。ね、長い。じゃあナムジ氷河使ってみようかな。おー、後ろできるかもしれない。何回倒した。広いで、これすごい。あれだけリーチが長いと、そのステージの海岸にいる的にも当たったりします。そう、かなり遠くのところまで当たったりしますので、うん、はい。おー、爽快感がすごい。そうですね。いや、すごい。この状態以上重ね掛けできるわけですよね。そうですね。うわ、まあ、あとはちょっと止まってもらって、はい、敵から攻撃を受けると、ほら、あれ、あの、あれ、パキンって、パキン、凍傷状態を付与しています。これが凍傷している。これが凍傷してる。やめろ、ほら、攻撃するな。あ、俺たちがやられちゃうんだぞ。強すぎる。これもちろんリーグでもそういうことですもんね。そうですね、はい。うわ、強いですね。やっぱこう、あの攻撃されても、うん、状態上付与できるっていうのが、うん、まあ、非常に強いポイントかなっていうことで、うん、これ、うん、あっという間に攻撃されちゃう。あっという間にまたスキル溜まったのに、ナムジ氷河が強い。気持ちいい、気持ちいい。すごい、いや、よいしょ。いや、でもやっぱヤマトかっこいいですね。ヤマトかっこいいですね。ヤマトビジュアルが好きな方多そうですね。うん、そうですね。かっこいいですもんね。新型も本当になんていうんですかね、神々しいというか、なんか、うん、レアですもんね、現実。かっこいいな。お、もう70人。70人。いやー、早い。スキル2。ゴールは目前。すごい。スキル2。もう先生。もう爽快感の塊かもしれないですね。確かに、使っててめちゃくちゃ気持ちいいです。そうですね。せっかくダイヤちょっと貯めてたんで、ヤマトちゃんのために明日回したいなと思います。お、もう80人。もう80。一生がかかる。おー、さあ、1人かわした。エネルさん、エネル、お、もうすぐ80。残り10。あ、やっぱエネルさんもすぐ倒しに出てない。お、ジョデジ入ってますね。投手になってますね。水に落ちた。さあ、結構行くや。お、モリアもかかってますね。当初、残り10人切りました。あ、確かにカチカチになってます。カチカチになってますね。あ、確かに変わりましたね、2段目。そうなんですよね。色がこの状態の時にダメージを与えると、ダメージが、はい、96。さあ、色が、うわー、危ない、凍りたい、凍りなっちゃう。あ、本当だ。おお、でも夢の対決、夢の対決が、あ、勝っちゃった。さあ、エースは避けた。さあ、期待降臨。いやー、でも、いいよ、ラスト。ラスト、おい、早い、強い。